兄弟何人いるんですか？兄弟3人です。内訳は？内訳、うん、姉、兄、うん、私です。ああ、どっかでそれと同じパターンの人いましたね。そうですね、私もそう思いました。うん、その時、親はどういうふうに扱ってくれたんですか？私はすごく体が弱かったので、うん、喘息とかアレルギーとかがすごくあったので、うん、あ、それ張りした方がいいですねなので本当に親とか兄弟には迷惑をすごくかけて、喘息の発作とかでやっぱり夜に病院行ったりとか、僕も喘息だったの、子供の頃。あ、そうなんですか。それで母親にお灸で治ったんですよ。ここ背中にお灸、子供の頃誰が痛くて熱くてね、みんなで押さえつけられて、今までにいっぱいありますよ。だお灸は怖いね。うーんという痛さよね。あ、そうなんです。やったことないです。でもそのおかげで喘息は治りましたね。うーん、じゃあ、あなたを変えたターニングポイントとか。あ、そうですね、うん、多分あ変えたというか生まれた時からなんですけど、母親はすごく影響があって、うん、というのは私がそのすごく喘息がひどかったり、あとアトピーもすっごくひどかったので、うん、病院行くと写真とかガチャガチャ撮られたりしたんです、うん、そのぐらい辛かったんですけど、うん、いつも母親が「あなたは幸せのもとに生まれてきたのよ」ってなんか言ってくれていたんですね。なのでなんかいろいろ辛いことがあっても、うん、あ、なんか私はきっと幸せのもとに生まれてるから、うん、大丈夫なんだなってなんかいつも思えたので、うん、それはすごく。いつも笑顔ですもんね。そうですか、ね、うん、それはやっぱお母さんのおかげかもしれないですね。そうかもしれない、ね、はい、じゃあ好きな言葉、座右の銘。はい、はい、そうですね、うん、バランスですか。笑う、あ、全然違います、バランスです。あ、バランス、はい、例えばどういうバランスですか、その幸せと不幸のバランスとか。でも人生って最後はね、バランス取れてきますよね。そうなのかもしれない、ね、悪かった人はこうなるし、良かった人はこうなるしっていう、うん、なんかいろんなことが本当バランスで成り立てると思っていて、うん、すごくこう、まあ、勉強とか仕事とかを頑張って、それはそれですごいんだけど、それだけだと多分、うん、人として、うん、偏ってきちゃって自分が辛くなっちゃったりする時もあると思うので、うん、なんかそういういろんなバランスをとって、そのバランスがでも時と場合によって全然違うと思うんですよね、うん、こう同じぐらいのこれがいいバランスじゃない時もあって、うん、何かがこう高くてこっちが低い方がバランスがいいという場合もあると思うので、うん、なんかそれは時と場合もあると思うんですけど、はい、バランスをよく生きていきたいなと思います。なるほど、はい、で今旦那さんはいるんですか？旦那さんいないです。あ、そういう方多いですよねそういう方どうして婚活すれば紹介しますよ今度、はい、表参道にありますか？いやですあのどういうタイプがいいですか？あ、男性の男性、そうですね、うん、一緒にいて面白い人がいいなと思います、うん、飽きないような、飽きないような、ね、そうですね、僕の方が面白いですよ、はい、楽しくお話できる、ね、まあ、結婚しますけどじゃあ長所と短所。長所と短所、うん、そうですね、長所は、うん、いつも笑顔ですか？いつも笑顔かどうかちょっと自分ではよくわからないですけど、うん、よく食べてよく寝ることは長所かなと思います。でもそれが食べ、そんな食べそうな雰囲気じゃないですけど、でも一人前は、うん、元気に食べます。何が好きですか？肉とか魚とか。美味しいものが好きなんです。美味しいものは それ誰でもやけど美味しいものがすごい好きなんですけど、うん、私味のりがすごい好きなんです。味のり、やそついていいんだようちの子供もそうやね。本当ですか？味のりすごい美味しいなと思ってよく食べちゃう。うちの子は味のりとね、納豆が好きですね。あ、そうなんですか、うん、そう、私それでよく食べるんですけど、食べるのがゆっくりなので、うんうん、食べているとお腹がいっぱいになってくると、うん、なんか眠くなっちゃう時があるんですよね、うん、だからそれが外で食べる時もたまにそうになっちゃう時があるので子供やねこれかからんでよ、あれよ、これカクッとなる、カクッとまでは外ではならない、うん、
外ではなる、家ではなるんですか。あ、家ではたまに一回休憩しようと思って寝ちゃう時がなったと顔べちゃべちゃになる、うん、趣味は趣味は、うん、特にないんですけど、海外旅行とかそんなのしないですか。あ、全然海外旅行最近してないですね。でもあのリボンのついたものとか好きで。へー、集めてるんですか。見ると結構買っちゃいます。あとパペットもいっぱい買ってます。パペット人形ですか。人形です。こうやれる人形なんですけど、まあ、仕事でも使うので。そうね、子供とかに。そうなんです。そしたら溜まってしまって結構家にいっぱい。あの鍋つかみのパペットみたいね。そうですね、あのそういうやつありますよね。ワニとかね。なんか、なるほどね。好きな季節とかは。好きな季節は、うん、特にあのこだわりはないんですけど、でも12月は好きですか。割と好きで。それはクリスマスがあるからとか。うん、クリスマスっていうより忘年会ですか、ね。忘年会。サラリーマンロスね。普通クリスマスやと思うけど。忘年会とは雰囲気じゃないね。忘年会だとがあると、うん、今まで今年あんまり会ってないなっていう。友達とかとも、お願いしようとか言って会うので、いろんな人に会えるからいいなと思って。なるほど。じゃあ嫌いな季節は？嫌いな季節は、新年会。どちらかというとでも新年会は好きですけど。あ、好きなんや。はい。だけど4月はそんなに好きじゃなくて、あの4月って新しい生活に皆さん入るので、そわそわしてるじゃないですか。そうね。なんかそのそわそわ感がすごいこう映っちゃって、自分もそわそわして落ち着かなくなっちゃうので、4